オーブは、アメリカ合衆国の競争馬及び、シュボバ。2013年のフロリダダービー、ケンタッキーダービーに優勝した。コロナドズクエストなどを生産、所有したスチュアート・ジャネー参政、及びインサイド・インフォメーションなどを生産、所有したオグデン・ミルズ・フィップスの共同名義で、生産されたサラブレットのウマである。クロード・マゴーヒー調教師に預けられたオーブは2012年8月18日の、 サラドが競馬場で行われた未勝利戦でデビュー、初戦は3着に終わった。その後、2戦するが、いずれも4着に終わる。4戦目に迎えた11月24日の明けダクト競馬場での未勝利戦で2場審査をつけて、初勝利を挙げ、この年を終えた。オーブは2013年1月26日のガルフストリームパーク競馬場での一般戦で、年明け初戦を迎え、 これを勝利した。続いて2月23日のファウンテン・オブ・ユース・ステークスで初のグレード競争を経験。ここではキャッシュコール・フューチュリティ・カチウマのバイオレンスが断然の単勝人気1.6倍であったが、オーブは同馬を最後の直線でハンバ審査で捉えて優勝。バンクルワセを演じた。3月30日のフロリダ・ダービーはケンタッキー・ダービーへ向けての重要なプレップレースであり、 オーブにとっては G1 競争初挑戦でもあった。当日の一番人気はホーリーブルステークスを買ってきたイッツマイラッキーデーでブリーダーズカップジュベナイルカチウマ、シャンハイボビーが二番人気、オーブは単勝3.9倍の三番人気に支持されていた。スタートするとオーブは中段につけて進み、最終コーナーを回ったところで先頭に立っていた。 一 t s my l u c k に三馬審査まで迫ると猛然と追い上げ、残り一十六マイルの標識で、オーブが交わしてそのまま、一 t s my l u c k を突き放し、二着に二馬審査、四差をつけて優勝、g 一発制覇を手にした。五月四日、この年のケンタッキーダービーは不良馬場の中行われ、二千十三年時点で、史上九番目動員数となる十五万千六百十六人の、 観客が詰めかけていた。オーブは単勝オッズ6.4倍の一番人気に支持されていた。発想のベルが鳴るとまずは先手を奪ったブルーグラスステークスに着馬のパレスマリスが単独で先頭に立ち、ついでサンターニタダービー勝チのゴールデンセンツがそれを2番手で追いかけ、そこにホーリングスカイバイジャックベラザのオクスボーラがそれに追走していった。一方でオーブは 後方集団に入り、ゴールデンソウルという馬と隣に並んで外側に立ち、前から16番手につけて、前半を進んでいった。パレスマリスはホームストレッチに入る手前で、ノルマンディーインベーションに先頭を奪われたが、コーナーを大外まくりで飛んできたオーブがすでに6番手まで順位を上げており、そのままの勢いで、先頭集団を残り200ヤードの標識で抜き去った。 そして同じく後方から追いかけてきたゴールデンソールに2ンハン差に2.89のタイムでゴールケンタッキーダービー優勝の栄誉を手にした。安状を務めたジョエル・ロサリオ騎手はケンタッキーダービー初勝利、調教師の孫を日も7回目の挑戦にして初の大冠となった。しかし、この勝利以降はオーブから勝ち星が遠のいていった。 5月18日の2巻目プリークネスステークスでは、後方から差を詰めるも伸びあぐねて、オクスボウの4着、6月8日の3巻目、ベルモントステークスは、パレスマリスの3着に終わった。休養を挟み、8月のトラバーズステークスは3着、9月のジョッキークラブゴールドカップステークスは8着に敗れた。2013年11月5日に引退が発表され、クレーボーンファームへ移動し、 主ュボバになった。引退翌年から種ボバとして活動を開始し、初年度の種付け量は2万5000ドルに設定されていた。2018年9月1日に、シッピカンハーバーがスピナウェイステークスに優勝し、これがオーブにとって初の重傷がち産区となった。2021年4月8日、ウルグアイの生産写真ケートがオーブを購入したことを発表。 カネロネス県プログレソにあるハラスクアトロピエドラスで種ボバ生活を送ることになった。ありがとうございます。